日本一 QR コードが多い駅にすることでビジネスチャンスを作り、最終的に地元の高校生が起業を志すきっかけにつなげようという試みが白石町で始まりました。JR 肥前白石駅で行われているこの実証実験は、佐賀農業高校や白石高校の生徒が地元白石町で起業を志すきっかけにしようと取り組んでいるもので、この日は自分たちで制作した QR コードがついた銃の絵を駅の壁に貼り付けていました。この QR コードを読み取ると実験に関するアンケートやチームの SNS につながるということで、最終的には日本一 QR コードが多い駅にして知名度を上げ、作家と顧客をつなぐビジネスにすることを目標にしています。自分たちが知恵を出し合って一から全部作ったので、ぜひ見たら応援っていうか QR コード読み取ってみて、本当になんか応援をよろしくお願いしますって、そんな感じです。この実証実験は来月9日まで行われる予定で、結果を踏まえて次は QR コードからクリエイターの作品を購入できるようにするなど、ビジネス化を目標に進めていきたいということです。